はい、では始めたいと思います。皆さんこんばんは、レクセニ講師弁理士の納富と申します。今日は、開講前の、勉強法についてのガイダンスで、納富クラス生専用三種の神器公開短期合格の秘訣を教えますというタイトルで、約1時間ですね話をさせていただきたいと思っています。弁理士試験が、まだ5月ですね、次の試験の担当試験が5月 で論文試験が7月で口述が10月という形になるので、まだですね、ここから、先、次の試験までの時間もあるんですけれども、一応、今回ですね皆さんに、このパンフレットでご案内しているのは、次の直近の試験ではなくて、そのまたさらに次の試験ですねに向けて のコースということになります。それだけですね、弁理士試験っていうのは、計画的に、そして、ある程度その勉強量がやっぱり必要ということで、その勉強法についてもですね、しっかり考えていただければ、その大学とか、例えば社会人になっても今だと、知財を勉強する機会ってあると思うんですけど、そういった勉強とはまたその試験に対する勉強というのは違っているので、しっかりその試験勉強っていうものが、どういうものでどういうふうに進めたらいいのかっていうことをですね、今日はメインにお話ししていこうと思っています。で今日ご出席の方は、24向けの、コースを一応、検討されていると思いますので、おそらく初めましてだと思うんですね。で、私はこの、レクで専任講師を今、していて、そうですね、水道橋だともう何年になりますかね、18年ぐらいですかねやってます。で、もともとこの知財の世界は大学を卒業して、ゲームメーカーの知財部に就職したところからこの知財の世界に入ったっていう経緯があります。で、大学の方では特にその知財の勉強をするっていうような形ではなかったので、実際その新人の研修期間を過ぎ、知財部に配属っていうことが決まった時にはもう本当に不安しかなくて、一体どんな仕事をするんだろうという、知財自体があまりまだその世の中に浸透してない時代だったので、特許とかでこう漠然としたものはねなんとなく分かってはいたんですけど、それでもですね、実際ね、どんな実務になるのかっていうことは本当に知らないままにこの世界に入りまして、で配属してから、そうですね、本当に2年ぐらいの間っていうのは、実務をしているのか勉強しているのかっていうぐらい勉強しながら実務をしたっていう思い出があります。で、特にゲームされる方いらっしゃるかもしれないんですけど、結構ゲームの世界ってどんどん新しいコンテンツが出て、割とそのハード面でも技術って割とこう進歩が早い分野なんですね。ですから、どのゲームメーカーでもそうなんですけれども、割と知財部大きくて、特許の件数とか、その特許だけではなくて、例えば商標だったり意匠だったりで著作権だったり、いろんなその知財に関して仕事があるので、かなりですね、そのいろんなことをその実務の中でしてきました。で、実務から入ったので、逆にその勉強から入ったわけではないので、先にそのなんていうんですかね、現実を知るというか、そういう場面に行くとも出くわして、で、それからその勉強を始めたっていう形なんですね。で、きっかけがですね、あんまりこう当時は珍しかったんですけど、会社がこう買収されたんですよ、大きい会社に。で、そのタイミングで、要はそのされた方なんで、いろんな部署がやっぱりこう人員整理とかね、いろんなこうことがあって、でどんどんこう人も辞めていくし、あまり会社の景気も良くなくて、で、かなりこう仕事に対しての不安が
高まった時期があったんですね。で特に私は当時まだその実務経験がある程度あるとはいえ、その独り立ちして何かできるようなそういう状態ではなかったですし、まあ、特にそんな何かこう際立った資格を持っていたわけではないので、なので、まあ、どうしようと、そのもし自分がそういうね人生理とかにあった時に、まあ、じゃあねこう簡単にその職業を変えられるかというと結構難しいなというところがあって、で、まあ、自分が今までやってきたことが少しでも活かせて、で女性でもその、まあ、結婚とか出産のタイミングで仕事を辞めることがないくらいのそういう何か資格がないかなと考えた時に、まあ、逆に弁理士しかなかったんですね、知財関係のものっていうのが。で実際その会社自体が10社ぐらいの事務所と顧問契約をしていたので、周りにまあいろんな弁理士弁護士、まあ、先生方がですねいたんで、まあ、なんとなくその、まあ、慣れそうな気がしたってあれなんですけど、なれるんじゃないかなっていうふうに思っちゃったんですよね。でその時はそんなになんていうか難しいイメージがなくて、まあ私関西なんですけど、その関西の、まあ、同じようなね大学の出身者の方もその顧問の先生にいらっしゃったので、まあ、自分でもなれるのかなとか、なんかそんなふうに思って、で一歩なんか結構すぐに一歩足を踏み出したんですよね。で勉強を始めて、で当時はまあ私もレックに通ってたんですけど、今みたいにそのこうしっかりとしたコースがあったわけではなくて、なんかこう入門的なものがあって、でその後は担当的なものと論文的なものを自分でこう組み合わせたコースにするみたいな、そんな受け方だったんで、割とこう手探り状態でいろいろやったんですけれども、まあ受験生時代は、まあ、当時のね自分はすごい担当落ちた経験もありますし、苦労したと思ったんですけど、でも結果的には、まあ、周りそういう時代だったのもあるんですけど、割とうまくですね受験生時代は切り抜けた方なんじゃないかなと今思ってます。で、まあ、合格して事務所に勤務し、まあ、今に至る感じなんですけれども、企業経験があって、で事務所経験もあるっていうこともあるので、割とうちのクラスではその就職の相談だったりとか、その転職の相談だったりとか、そういうことを受けることが多いです。なのでもしまだ勉強始められてない皆さんが、合格した後のね自分のそのキャリアの積み方というか、まあ、この先、まあ、どういう道があるのか、弁理士を取った後に、まあ、どういう形でそのキャリアを詰めていけるのかということについて、もし不安があるようでしたら個人的にお話しいただければ相談に乗りたいなと思ってます。で受験生の中でも今はあんまり知財の実務経験がある人自体が少なくて、ほとんどがやっぱり未経験、特許事務所とか企業の知財部以外の仕事についてらして、で合格してから転身図りたいみたいな、そういう方が多いですね今は。で私が受験生の頃はもう周りは本当に特許事務所 の技術者として働いてて、資格だけがないみたいな、実務は結構できますみたいな人が多かったんですけど、今はちょっともう環境が全然違うなっていうふうに感じてるので、まあ、そういう相談も多いです。ですから、まあ、よかったらねこの後また時間を取ってお話しさせていただければなと思っています。で一応ガイダンスの方は今日はもう勉強方法についてこれからお話をするので、ちょっとその仕事的な話ではないですから、まあ、そこはちょっとね切り替えていきたいと思います。まず、この試験は、まあ、担当論文口述と、まあ、3つの試験をクリアすることが求められるんですけど、一番最初に当たる担当試験ですね、これは条文持ち込めません。条文を見ずに、
60問で1つの問題に5択、まあ、5択1とか言ったりするんですけど、そういう構成になっているので、全部で小問でいうと300問を解くような感じです。で3時間半で解くんですけど、実際合格者は3時間半もかからないです。だいたい30分ぐらいは見直しの時間として取らないと、全部を1回目でもう完璧に答えられる人ってのはいないですから、少なくてもですね、少なくてもやっぱ30分余らせるのが普通なので、だいたい3時間で60問っていう計算で考えていただければいいかなと思います。だからまあまあスピード勝負なんですよ。処理能力っていうところも必要になってきます。でその試験がボーダーがもう決まっていても39点ですね、年によって変わることはあんまないと思います。だからまあ絶対評価っていう感じですね。だから分かりやすいですね、そういう意味ではね。でそれクリアしたら次2次試験で論文試験になりますね。でその間が40日あります。担当試験終わってから次の必須の論文試験までが40日。で論文試験はまあ名前の通り論文なんですけども、ただ何ていうか答えがある論文なんですね。だから自分の考えを書いたりとか、今まで皆さんが言ってこなかったようなことを書いて評価されるような論文ではなくて、もともと既存のその答えがある論文なので、まあそういう意味ではですね、ちょっとこう処理する能力で、それを的確に伝える能力っていうものが論文で試されると思ってください。でほぼほぼ知識勝負です。論文だといっても文章力勝負ではなくて知識勝負で、実際それ数字に表れていて、担当試験で45点超えると論文の通過率は8割を超えてきます。つまり担当の点数がまあ高ければですね、論文の通過率は高くなるので、まあそれだけきちんと知識持ってますかっていうことが論文で試されるんであって、実際書き方だったり文章がうまいとか下手とかそういうことはまあ関係ないということですね。でそういう試験がまああります。であとまあ人によってはそのあとですね、3週間後に選択科目の試験が、あるということですね。で理系の方はもし修士を出られているようであれば、まあ、ほぼほぼ免除になりますし、あとはまあ文系の方でも例えば行政書士だったり、であと情報系 の, 応用情報だったり、そういったもので選択科目が免除になることはあります。でなのでまあそこあるかどうかまずね、受験するんであれば確認していただいて、で自分が選択科目を受ける必要があるのかないのか、かなりねその後大きく勉強時間取られる取られないというところも変わってくるので、まずはそこから確認かなというところですね。で9月の20日ぐらいかな、だいたい発表があって、でそこから10月の中旬ぐらいに今度は口述試験がありますが、口述試験はほとんど落ちませんので、まあ勝負はというか皆さんが力入れて勉強しなければいけないのは、まあ、必須の論文までという感じになります。でそれがですね、まあ、どれくらいの分量なのかっていうのが結構何ですかね、その人によってイメージが違うと思うんですけれども、まあまあな勉強量なんですね。だから例えば私も行政書士を持ってたりとか、情報処理も持ってたりとかして、まあまあそんな全然資格マニアではないですけど、検定試験とかも含めればまあまあ受けたことがあるんですが、まあ、全く性質が違います。で自分がいろいろその受けて持ってるとはいえ、その資格だけで食べていけるって言えるのは弁理士だけなんで、やっぱりそこはその難易度とその持ってることの価値っていうものは比例するのかなと思ってます。で弁理士試験は一般に最低で1500時間の勉強時間が必要だと言われてまして、まあ、1年合格者がまあ大体それぐらいなんですね。一発で受かろうとすると、まあ、1年で受かろうとすると、まあ、必然的にその勉強時間というものは、まあ、平均よりも少し低くなるんですけど、それでも1500を下回るってことはまずないと思います。で多くの1年合格者はその最低の1500ではなくて、やっぱり2000時間ぐらいまでの間でそれぐらいの勉強量をこなして大体一発で合格されています。
で、社会人だったりやっぱり学生さんだったりすると二足のわらじになってきますよね。でプラス例えばお子さんがいらっしゃる女性の方だったりとか、いろいろな事情を抱えながら勉強されてる方がやっぱ多いので、そうすると二足どころか三足のわらじってことになりますから、実際その1年で合格される方っていうのは全体の1割ぐらいです、でそれは別に頭の良し悪しではなくて2つ要因があると思っていて、1つはやっぱり最低でも1500時間を取らなければいけないところを1年でやっぱり取り切れなかったという勉強時間不足の問題がまずあります。でもう一つは、じゃあやみくもに1500時間こなして受かるかというと、やっぱり受からなくて、3000ぐらい使うんであればですね、2年で3000時間ぐらい使えるんであれば、多少間違った勉強方法でも受かることはあると思うんですけど、逆にそうでなければやっぱり勉強法というものが一番大きく関わってくる要因だと思います。だからそのよく私例えて言うんですけどね、この間亡くなられた京セラ の、ね、元名誉会長でいらっしゃる稲盛和夫さんっていらっしゃいましたよね。この間お亡くなりになられましたけど、あの方が成功の方程式として能力と、そして方法と、そしてそのかける、努力ですよね。でその熱意ですね。でその3つの要素の掛け算でその成功するかどうかっていうところの結果が大きく違うってことをよくお話しされてたんですよ。で、経営の成功とかそういうことについて稲盛さんはお話をされてたんですけど、結果を出すという意味では私は資格試験に非常に通ずることが多いなと感じていて、何冊かねそういう本を読んだこともあるんですけれども、その3つのその能力と熱意と方法の中で一番大事なのはその方法だっていうことをおっしゃってたんですね。で何かを成し遂げる人がその熱意がないってことはまずないじゃないですか。だから受験生でも少なくともレックに来てまで勉強しようという方はですね、熱意が欠けてるってことはまずないんですよ。で弁理士の受験生ってあまりその、熱意がない人っていうのはいないと思うんですけど、難しい試験だってことはもう世の中で浸透してると思うので、そんな簡単に例えばその一夜漬けとかね、ちょっと1週間1ヶ月勉強したから取れるとか、簡単なあんまり名前出したらあれですけど、CM してるようなそういう簡単ななんかこう教材でできるようなそんな資格じゃないことはもう世の中でも分かってると思うんで、そんなこう熱意がない人っていうのはいないんですよね。私弁理士以外に例えば行政書士の資格も試験受けて持ってるんですけど、その試験会場行った時にですね、結構びっくりしたのが、普通の普段勉強せずに来ましたみたいな人が結構いるんですね、行政書士だけではないですよ。それは行政書士だけではないんだけど、普通に総務とかそういったところに勤めていて、でちょっとそういう民法とか少し仕事上かじってるみたいなね、そういう人が結構受けに来るんですよ。だけど弁理士試験でそういう雰囲気はまずないんですね。ある程度やっぱり勉強した人しか受けようとは思わない資格なんで、雰囲気がね、全然違うんですよね。だから弁理士の受験生でその3つの要素の中の熱意が欠けてるってことはまずないと思います。で能力、これはいわゆるその勉強ができるっていう人は確かにいますよ。で特にその弁理士の世界って謎に高学歴の方が多いんですね、だから確かにそのもともと学力があるっていうことはあると思うんですけど、じゃあ1年合格者みんながそのね東大京大のようなその最高峰のね大学出てるかってそうではないし、全くそこはあまり心配しなくていいのかなと思ってます。
で一番やっぱりシビアに見なきゃいけないのが勉強方法論のところで、そこを間違ってしまうと頭がいい分かけた時間分結果がマイナスになるんですね。でその方程式の一番私優れてると思ってるのは掛け算であるというところなんですよ。もし足し算であれば結果方法が間違っていてマイナスであっても熱意とか能力でカバーできるんですけど、掛け算なんで熱意が高い分能力が高い分長くかかるんです。で実際私も長年この講師をやっていて、10年選手ってちょっと嫌な言い方なんですけど、10年以上やってる方って割といらっしゃるんですね。もう年齢層も結構高くて、でそういう方たちに限って割と高学歴なんですよ。でなんでそんな、ね、頭のもともといい人が長くかかるのっていうと、むしろそれが足かせになってしまって、勉強すればするほど結構マイナスになることもあってですね、これ一次試験ではなくて二次試験でよく見られる傾向なんですけど、自分の意見だったりその聞かれてないことなんだけれども、その書きたい知識を書いちゃうんですね、論文で。でそうするとこの試験はまず受からないです。そういう試験ではないので、なので聞かれてることに対して直球で答える、そういうだけで十分なんですけど、でそれが勉強すればするほどやっぱり知識が、ね、大きくなってこう頭でっかちになっちゃうので、どうしてもやっぱりねこう言いたくなっちゃうんでしょうね。でどん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 受からなくて、無駄に時間だけが過ぎていくっていう傾向にあると思います。ですからまず皆さんがこれから勉強しようかなと思うときに、一番大事にしなきゃいけないのはその方向性、まあ、つまり勉強法ですね。これからどのように勉強していくのか、でその一つとしては、まあ、例えばどの講座を受けるのかっていうこともそうだし、でその講座をどのように使うのか、まあ、テキストもそうですよね。共通テキストの他に、まあ、うちのクラスでは今日のそのタイトルにある三種の神器を使っていくんですけど、まあ、それをうまくねやっぱり使っていかないと結果は出ませんから、そういうその補助輪のようなものをうまく使う能力、そういったところも心を配っていただければですね、短期合格には近いのかなと思います。で逆にそういうの全く関係なしに大学の勉強とか社会人のセミナーみたいなような感じでね知座を勉強するっていうんだと、まず受からないです。合格するための勉強と知座を学ぶってことはまるで違うことなので、なのでこの予備校に来て弁理士の試験を受けるって決めたら、もう合格するための勉強をするんだと、そういうふうなまず心構えでいていただければなと思います。では具体的にそのどんなツールを使って短期合格に導くのかってことをお話ししていきますね。でまず、レジュメ開いていただいて1ページに少しこうちょっと表になったようなものがあると思います。でノート見レシピって書いてあります。これ補助教材のタイトルなんですけれども、まあ簡単に言うとベーシックプラスアルファ的なそういう位置づけ のテキストレジュメです。1年合格ベーシックコースをフォローするというのがまあ役割なんですね、ざっくりというとね。でベーシックコースっていうのはそのインプットとアウトプットに分かれてる表が載ってると思うんですけど、このインプットをしながらアウトプットをハイブリッドでやっていくっていうのが、まあ、勉強法の中で一番ベーシックなんだけど一番大事なことなんですね。でインプットだけでは まず受からないです。アウトプットしてみて自分がちゃんと理解できてるか頭に定着してるかっていうことが分かるので、アウトプットなしにインプットだけではまずインプットができないです。ですからインプットとアウトプットはハイブリッドでやっていって、皆さんの実力はイメージとしては螺旋階段を歩くような感じですね。こうだんだんこう回りながら上に上がっていくような感じ、直球では上がっていかないです。インプットとアウトプットをこう行き来しながら実力を上げていくっていうようなイメージですね。でまずこのコースでは入門講座というベーシックな内容の講座をまずやるんですけど、まあ、全体を把握するということと、あとまあその、ね、法律っていうのはまず設立の趣旨があって、でその趣旨に根付く要件効果があるんですね。
でそれをまず、まあ、入門講座でベースにして勉強していくんですけど、今の担当試験、まあ、300枝あるんですけどね、300枝ある中で条文をベースに作ってる問題って約 95% なんですよ。要は根拠条文っていうのが書ける問題っていうのが 95% なんですよ、300枝のうち。でじゃああと 5% って何から出てるかっていうと、判例、審査基準で、学者さんたちが書いた基本書と言われるものです。で意外に思うかもしれないんですけど、条文だけでそれだけの問題数作れるってすごいですよね。私だから自分もこういう立場の仕事してるんで、予備校の問題作ったりとかすることがあるんですけど、結構ね大変なんですよ。元の前やった問題と被らないように作るっていうことを当然まあね意識しますから、結構大変なんですよね。でそれを条文ベースで 95% の問題を試験が作ってくると、でしかもまあまあなそのふるい落としになるような試験の難易度を維持しなきゃいけないので、まあもちろんね一つの、 あの問題に対して2つの条文とか3つの条文組み合わせて出してきますから、一つの条文で1問って感じではないんでね、それが難易度を上げる一つのコツなんですけど、まあそれでもね結構試験員ってすごいなって素直に思っているんですね。うまく作ってるなと。で 95% がそこから出るんだから、当然まあ条文の勉強をしっかりするってことがあの担当試験に合格する、まあ、秘訣というか大事なことなんで、まず入門講座でそれをしっかりやります。で入門講座ではまあね、入門っていう言葉がちょっと私は合わないかなと思ってるんですけど、担当の点数でいうと39点から40点ぐらい分の知識なんですよ、入門講座の4ヶ月で提供する知識が。だいたい入門講座のテキストと、まあ、特にあの私のクラスはノート見レシピでプラスアルファするあの教材があるので、そこをもう単純に合わせても40点ぐらいの知識量が入門講座で得られるんですね。でボーダーが39だから、ボーダーギリギリだったら入門講座だけでも受かるかもしれないんですよね。それぐらいのものなんで、あんまりそんなベーシックなものじゃないです。実際は割と高度だと思います、入門講座レベルでも。でそこで、まあ、あの基本的なベースができた後に、今度担当基礎力完成講座という担当のね、あの担当向けの細かい知識も導入していくような講座を続けていきます。でもちろん担当知識のその、ね、積み上げなので、まあ、そこでそうですね39でだいたいねギリギリで受かるかもしれないなぐらいのことを入門講座でやるとしたら、点数でいうと、まあ、55点分ぐらいですかね、短基礎で提供するものが。だから本当にしっかり勉強して本当に復習が完璧な人は55点ぐらい取ってきますよ、ベーシック生で1年目で、うん、去年もいましたし、毎年だいたい50点マークしてくる人何人もいます、うん、で私はねだからといってじゃあ50点以上取れとは言わないんですよ。50点以上取るってことはその科目で言うと上4歩と下3歩に分けるんですけど、上4歩っていうのは特実いい賞なんですね。でこれ論文試験でも必要な科目なんです。で下3歩っていうのが条約不正競争防止法著作権法で、これは担当試験でおさらばな科目なんですよ。で担当試験でおさらばな科目もある程度取らないと50点マークはできないんですね、うん、で担当試験でしか関係ないのにそんなにじゃあ下3歩で取る必要があるのっていうと、まあそうじゃないことは明らかじゃないですか。だから上4歩はやっぱり論文に引っかかる、論文ですごく大事な科目なので、そこではやっぱり8割を固く取ってきてもらいたいんですね。なのでそうするとまあ32点なんですよ、4歩だけで、うん、で例えばそれでプラス10点、まあ要は条約が仮に5点で、不協法著作で仮に5点でも10点積み上げで42点なので、もし上4歩で32点取れるんだったら42点でも十分ですね、うん、それで十分論文合格すると思います。ですからしっかりやっぱりその担当の点数を取っていくことが論文にもつながってくるってこともあるし、4歩はしっかり取っていただくってことが大事で、下3歩はまあまあその足切りがあるんであんまりそのね
適当にやると足切りにかかっちゃうと困るんで、まあ、そこはまあまあやるんですけど、まあ、それでも全体で45点取れれば私は御の字かなと思ってて、なのでクラスでは、まあ、一応ねその講義の中でしっかりやれば当然55点ぐらい取ってくるんですけど、まあ普通に ある程度その復習もし、で私のその後で紹介する部長クラスではスケジュールがあるので、スケジュールある程度こなしていただければだいたい45点ぐらいは取れるようになってます。でそうすればうまくちゃんと45点取ってこれれば、そのままね論文通過率が8割超えてくるんで、まあ、1年合格は見えてくるかなというところなんですね。なのでまずその一つ目のところで、ベーシックコースをですね全体をフォローするようなツールとしてノートミレシピを使っていきましょうということなんです。で具体的にどんなものなのかっていうことをちょっと紹介したいと思うんですけど、2ページのところに特実の少し見本になっているものがあると思います。で、2ページが定義集かな。で3ページがちょっとその基本レジュメといわれるテーマごとにまとめたレジュメなんですけど、定義集が、まあ、少しねあります。で定義ってものを覚えないと、まあ、実際ちょっと解けない問題とかもあるし、で論文は少なくとも書けないのでやっぱり必要な定義があるんです。でテキストを見ながら共通テキストを見ながらね、自分で例えば定義集を作ろうと思ったら作れるとは思うんですけど、私が、まあ、自分で作らない方がいいと思う理由が2つあります。で一つは、まあ、単純に時間がかかる、物理的に時間がかかるんで もったいないってことですね。作ってる時間がもったいない。でもう一つはやっぱり受験生が作ると正確性に欠ける場合があるっていうことです、うん、長い文章を短くまとめる能力って本当に分かってないと意味が違ってしまったりとかするんで難しいんですよね、まとめる能力って。だからその受験生でまだ受かってないような人たちがね、じゃあ作ったものが本当に正確なのかって言われるとやっぱかなり怪しいと思っていて、だからそういうものこそやっぱりその素人が作るべきではないんですね。だからこちらが作ったものを使って、まあ、覚えていただくということで、一つですねこういう定義集というものを使ってます。あとは例えば便利グッズとしてはですね、6ページからちょっと論点って書いてあるんですけど、受験会では条文の解釈でちょっと意見が割れるようなこととかがたまにありまして、それを論点って呼んでるんですね。でその論点を、まあ、理解するために何が問題になってるのかっていう問題の所在から、で取るべきではない反対説で、取るべきの通説で、結論どうなのかっていうことをまとめたもの、論点集なんかも教材の中にあります、レシピの中にあります。あとは8ページ9ページちょっとこう見開きになって表になってるかと思うんですけど、これは審査基準をまとめたものなんですね。でさっき言ったように担当試験で言うと 95% が条文からの出典になるんで、まあ 5% も言ったらそれ全部審査基準じゃないんですよ。その中に判例とかも入ってくるから本当に数パーセントなんですけど、審査基準からの出題がやっぱりあるんですね。で審査基準って特許庁が公開してます、特許庁のホームページからアクセスできるんですけど、かなり膨大な量なんです。でその中で試験範囲として試験に出る可能性があるものって本当にわずかなので、まあ、それをピックアップするっていうところもレシピの役割になって、でそれまとめたものが一部その8ページ9ページに載せてあります。で次の11ページのところが医処方のレシピで、まあ、定義趣旨ですね、まあ、先ほどの定義集にちょっと趣旨加えたもの、医処方趣旨大事になるんで、まあ、それが載せてあります。あと医処方で大事なのが17ページちょっと見ていただくと、マトリックスの表みたいなものでありとかなしとかちょっと書いてると思うんですね。で勉強まだ始められてない方が見ると何のこっちゃわからないんですけど、これ審査基準まとめ上げた表なんですよ。で医処法ってすごく難しい部分があって、試験としてですよ、医処自体は簡単なんですけど、試験対策として厄介なのが条文と同じくらい審査基準の知識持ってないと解けないっていうところがあるんですね。
だから条文だけではどうもそうは読めないんだっていうことが結構あってですね。でそれが審査基準ベースであったりするのでまとめ上げたものがその表になります。でこれには一応ちょっと著作権の問題とかもあるし見本なので図面載せてないんですけど椅子のそれぞれのマス目に対応する図面があってでその図面と一緒にこの表を説明していくことで審査基準得意になります。うちのクラスで衣装法の登録要件解けないということはあまりないと思いますね。これがあるので。でも逆に中上級のクラス行くといっぱいいるんですよ。審査基準全然ノーマークだから衣装苦手なんですみたいな人結構います。で担当試験よりもむしろ論文試験で審査基準が衣装法は必要になってくるんで、なのでこの表はね結構大事なツールなんですね。まあ、レシピの中に組み込んでます。で次に、ベーシックコースには、入門講座の途中から論文基礎力完成講座というものがこう細長く並行して走ってると思うんですね。でうちのクラスだと平日の木曜日の夜コマになるんですけれども、まあ、週に1コマ論文の勉強を並行していくっていう形をとってます。で論文は担当知識がまあほぼほぼ勝負になるんですけど、そうは言ってもやっぱり組み立て方だったり書き方っていうものがあって、あんまり自由度がないんですね。この試験の論文で自分の自己流で書くとうまく書けないというか、まあ受からないんですよ。だからある程度そのフォーマットみたいな形を作れることがやっぱり必要なので、で論文基礎力完成講座でその型を作るっていうところを、まあ、やっていきます。でただですね、論文って実際事例問題をこう解くような感じになるんで、ある程度やっぱり練習しないとうまく書けないんですね。私が例えば座学でこう書くんですよ、この問題こういうふうにアクセスしてこういうふうに組み立てますよ、でここでこうプロジェクターを使いながら披露するんですけど、そのプロセスを。で、ふんふん分かったと。そうだろうと。で、理解したと。じゃあ、書いてみてって言って、じゃあ実際書けるかって、やっぱ書けないわけですよ。だから、やっぱり言われたことが自分でもできるようになるっていうのは、エクササイズがやっぱ必要で、練習問題をある程度解いた経験がなければ、なかなかできるようにならないんですね。から私よく自転車を乗ることをこう言うんですけど、自転車乗れるようになるまでにこう乗るんだよって説明されても、実際自分で乗ってみて何回かこけながら上手くなっていくじゃないですか。で、まあ、補助輪を取りながらみたいなね。でそういう感じのその補助輪になる役目をするのが、今度この論文基礎力完成講座の補助問題集ワークブックというものになります。まあそのままなんですけど、タイトルは。でこれ普通 その過去問集とか普通の事例問題集と大きく違うところがあって、簡単な問題から掲載してるんですね。ちょっとずつちょっとずつ複雑になったり論点を追加したり難しくなるように掲載してるんです。でこれ18ページに載せてるのは練習問題1って書いてるので、一番このテーマの中ではベーシックなものなんですね。特許権関係の問題でベーシックなものなんです。でこれに少し論点を加えたり少し難しくしたものが問題2で、さらにちょっと難しくしたものが問題3みたいな感じで、ワークブックはだんだん難しくなるような問題集にしてます。でそうすることで、この座学で木曜日の夜に聞いて帰ったことを自分の家で復習するときにしっかりね練習ができるんですね。そうしないとなかなかレックの提供されている当連とかテキストの中の事例問題では実際は解けるようにならないと思ってます。論基礎のコマってそんなにないんですね。書く回数って全部で8回しかないんですよ。当連編という解いて添削してもらう機会って8回しかないんですよ。で私これ中上級の講座とかも担当してて、皆さんが、まあ、今度ね受けるね、いらっしゃるそのベーシック講座は土曜日にあるんですよね、メインで。でまあ明日もあるんですけど、日曜日が今度中上級の講座って言って2年目3年目に突入された方たちのものなんですね。で
そこに行くとやっぱりそのなぜ2年目になっちゃったのか、なぜ3年かかってるのか、あるいはもっと長くかかるのかってことがよくわかるんですけど、2年目になる人たちはそんなに方法が間違ってないとか、そんなにやってること間違ってないよねっていう方でも、やっぱり2年目に突入する方は多いんですけど、でそういう方たちはやっぱりね、論文で引っかかっちゃって、でその理由が一つはやっぱりこの経験不足、解いてないからやっぱりちょっと時間がかかっちゃう、書き切るまでに時間がかかっちゃうみたいなところがあるんですよ。でやっぱりそこは経験値がある程度大事で、まあ、いろんなやっぱりね、事例問題解かないといけないっていうところもあるんで、まあ、そうは言ってもやみくもにじゃあ100問解いたら受かるようになりますかっていうとそうではないから。ある程度やっぱ厳選された問題で少しずつ難しくなるような形で解いた方がやっぱり時間、まあ、実力はついてくるというところで作ったのがこのワークブックなので、まあ、これを使っていただければだんだん書けるようになるかなと思ってます。で実際講義の中でこのワークブックを使うことはなくて、お家に帰っての復習ツールになるんですね。で先ほど私1,500時間、まあ、もしくは2,000時間ぐらいの間で大体1年合格されるんですって話をしましたけど、実際じゃあこのベーシックコースで皆さんがこうやって受講される時間っていうのどれくらいかというと、大体300時間ぐらいなんですよ。つまり何倍もの時間を自宅学習でやっぱり復習をすることが必要なんですね、合格するためには。だから講座を取りまくって受かるようなものでもだからないので。300しかないんだったら、ね、あと500ぐらい別の講座取ろうかみたいな感じでも、実際それはもう消化不良の域になりますから、ベーシックでも結構大変ですよ、復習するのは。だその中でやっぱりそのツールってものが生きてくるので、まあ、論文の勉強のツールとしてこのワークブックを使っていただくということになります。これもまあ要はレシピの一つなんですね。レシピの中の論基礎編の、一つのツールって感じですね。で次に、三種の神器の2つ目、 N プロジェクトシートです。これある、ね、レックの役員の方に私外販書籍みたいな感じで出さないかって言われたことがあるんですよ。でそれぐらい結構私も自信を持ってるツールなんですけど、条文の読み込みシートって言われるものですね、一般に。で例えばまあ、いろんな資格試験あって、多くの資格試験の講師の先生は過去問集をとにかくやりましょうっておっしゃると思います。で私も行政書士の時はそういうふうに書いてる本多かったですし、ちょっと独学でやったんで講座受けてないんですけど、本買った時にやっぱそう書いてましたし、で情報処理もそうだし、何でもそうなんですけど、やっぱ過去問って大事になりますよね。でどの資格試験でも大体検定試験でも過去問って避けて通れないと思うんです。で行政書士とかあと宅建なんかは典型的なんですけど、結構過去問から出るんですね。繰り返し繰り返し同じような問題が出るところが多くて、だからレックは出る順っていう過去問集を出してるくらいなんですよ。だけど弁理士は出せないです。なんでかって言ったら、過去問から出る問題なんてほとんどないから。過去問からこれ作ったよねって言えるのは大体2、3枝レベルなんですよ、300枝もあって。だから過去問からやるっていうのは効率的ではないし、で過去問でインプットすると必ず穴が出ます。一つの問題につき一つの要件しか聞けないのに、条文は複数の要件があるのが普通ですから。たまたまその要件しか、ね、出なかったら当然他の部分は落ちてしまうわけですよ。だから弁理士の勉強で過去問の使い方っていうのはちょっと気をつけなければいけなくて、解放力をつけるだけのものであって、インプットツールでは決してないんですね。だから実際1年合格者のほとんどは過去問あんまりやってません。私は一応ねスケジュールの中に毎日のように過去問を宿題に出してるんですけど、優先順位は3番目なんですね。だからそこまでちょっと時間不足でできなかったって言っても、普通に単刀合格はしますし、まあ、論文の勉強も並行してれば論文合格までいきます。ですからとにかく過去問依存症というものを脱却しなければいけなくて。
私もね受験生時代そうだったからすごいわかるんですけど、過去問ってね解けるようになると勉強できるようになった気になるんですよ。ちょっとね危ないツールなんですよね、その気にさせる。でも実際は解けるならないし同じ問題出ませんから、だからやっぱりその元となる条文を読み込むっていうことが担当合格には必要で、あの担当合格者である程度の点数で受かった人であれば、要はたまたま受かった人でなければ同じことを言うと思います、どの合格者に聞いてもね。でこのプロジェクトシートは何かというと、条文のどの部分をインプットする必要があるかっていうことの、あの指示シートですね。だから例えばその29条の意味だと、例えば主体で客体、まあ、時期ですよね。で要件はって言って括弧5っていうのは5つあるっていう意味なんですけど、でそういうそのチェックしなきゃいけない事項が真ん中のところにあって、で条文のどの部分を覚えなきゃいけないかっていうところが、そのまあ主体客体時期手続きで、ちょっとねこれ印刷の関係で一つ列が潰れちゃってるんですけど、効果 の列があって、でその効果の欄に丸がついてることも多いんです。でその丸がついてるところが言えれば、まあ、条文が読み込めてると。いや特許だけで204条もあるのに条文全部覚えるわけにいかないので、なので条文のどの部分を覚えなきゃいけないのかってことを指示したシートになります。これがまあ三種の神器の、2つ目ですね。で次に3つ目が24ページに、まあ、ちょっと説明書いてあって、その隣にあの日付が入ってる表が載ってるかと思いますが、スケジュール表です。でこれはあの土曜日の生講義に合わせて、生クラスでは配布してまして、向こう1週間の、まあ、1日1日の勉強内容を指示したスケジュール表になります。で1日あたりだいたい 2.5 時間ぐらいかなと、2時間から 2.5 時間分ぐらいの量を指示するようにしていて、であの土曜日が講義なので日曜日始まりで、日曜日はまあさすがに 5,6 時間分ぐらいという感じになるんですけど、まあ、そういう感じ の勉強量です。で冒頭で言ったように、やっぱり短期合格するために何が大事かって言ったら勉強法なので、あのしかもその300時間しか使わないのに実際は1500時間必要だということだから、自宅勉強の時間が長い分ですね、そこの勉強法をしっかりしないと受かるものも受からないんですよね。なのでその、まあ、短期的なスケジュールなんですけど、私の方で、まあ、その指示したものを使っていただいてます。でポイントとしてはですね、これあの9月25日から始まってるんですけど、開講日なんですよ、24日が。で25日はだから開講の翌日なんだけど、補正って17条なんですね。あれ1条からじゃないじゃんと思ってると思うんですけど、担当のポイント、担当攻略のポイントってそこなんですよ。要は順番も大事で、1条からやってるんでは受からないです、担当試験は。で特にどの時期にどの科目どの条文やってるかってことまで結構必要になるんですね。ですから、まあ、そういうことも含めて、そのどの時期にどんな勉強をするかっていうこと の、まあ、その見える化ですね、それをしたものになるんで、まあ、この通りについてこられて受からないってことはないと思ってます、実際。でスケジュールはまあ、生クラス用に合わせているんですけど、通信の方でも日付が入ってないものが多分データアップされていて、で、まあ、自分で日付入れていただくんですけど、まあ、そうは言ってもね、そのあんまり飛んじゃいけないわけですよ、その日付が。で大体予定されているものの2週間のズレがあったら相談していただくようにしてます。要はどの時期に何をするのかっていうことが大事なので、2週間ずれるとちょっと私のその思惑とは違うところが出てきちゃうので、なので少しちょっと個人的にカスタマイズさせていただいたりしていますね。でスケジュールの中でやっぱりその今私2時間 2.5 時間っていう時間を申し上げた時に、多くの受験生はそんなに楽じゃないんですね、その時間を取るのが。で
なぜかというとやっぱ仕事もあるし、学校行ってる人もいるし、まあ子育てもあるしっていう方もいらっしゃると思う。で、机に座って2時間 2.5 時間を要求してるわけではなくて、例えば通勤時間に往復1時間使うんですであれば、それ1時間カウントしていただいて構わないわけですよ。だから机に座ってるだけが勉強じゃなくて、特に担当試験の勉強って別に机に座ってる必要はあまりないんですね。条文の読み込みが主になるので。で、私あの事務所でね、隣に座ってても、今あの特に弁理士になってますけど、あのその子はちょっと家が遠かったんですよ、事務所から。で、往復ね2時間弱ぐらいかかってた。1時間半は家にかかってて、で通勤時間だけで担当試験受かりました、普通に、うん、でその代わりすっごい勉強してたんですけど、あ、通勤時間だけじゃないかな、昼休みもちょっと勉強してましたね。だけど通勤時間が結構長い上に事務所が結構遅かったんで、勉強時間が家で取れなかったんですよね。で、それでその通勤時間中にその条文の読み込みを行い、でその日の分のね過去問はあのビリって破って持ってきてました。これは今日の分みたいな感じで、うん、でそうやってその通勤時間をうまく使いながら担当試験を受かっていて、で、まあ、論文はさすがにねやっぱりちょっと書かないといけないから電車の中ってわけにいかなかったんですけど、でも私は別にそれ珍しい例ではなくて、あの自分も電車に乗るんで分かりますけど、別に電車でできることって結構多くてですね、特に担当対策はそんな、あの音声データは結構皆さん聞かれるんですよね。私の講義録音して、でずっとこう耳からインプットされるんで、なので全然多少混んでて立っててもそれだったらできるし、あのうまくやっぱり細切れの時間を使うってことがその1500時間をちゃんと超える、まあポイントなのかなと思います。机に座って1500なんてまあ無理ですよ、普通で考えたら。社会人の人がね、その1年2年でですよ、もちろん。その3年4年かけるんだったら不可能じゃないと思うけど、ね、1年で合格するのにそんな無理ですよね、机の上に座ってね。ですからやっぱりそのちょっとした細切れの時間を使うってことが大事かなと思います。で、やっぱりこういうガイダンスを行うと、どうしてもね、あの時間がないんですと、勉強する時間があまり取れないかもしれないみたいなことがやっぱり不安に言われるんですけど、今言ったようなところで、まあ、取る、あとながら勉強ですね、何かしながら勉強する、うん、あのそういうこともやったらいいと思います。で、例えば朝8時に出るんだったら、ね、あのいつもだったら8時ギリギリに、ね、準備が完了するところを、ね、7時半に完了するようにして30分時間取るとか、30分と言わなくても10分あれば条文 2,3 条は読めますから、そういうちょっとしたちょっとしたっていうね、そのちょっとした時間の積み重ねをうまく使っていただくのが合格の秘訣かなと思いますし、で実際やっぱりあの合格者を見ていても、そういうなんていうんですかね、10分20分の時間を大切にすることっていうのが、まあ、いかにその大事かっていうのがあの分かりますので、自分の生活の中でちょっとずつね、こうなんか削れるところを見つけていただければ十分受験生になれるのかなと思います。で、反対にやっぱり私はなんていうか割と現実主義というか、この試験をそんなに軽くは考えてない方なんですね。要はそんな簡単ではないと思っているんですよ。で、その代わりその分そのやり方っていうのは多分どの先生よりもかなり細かく、そのツールに関してもかなり細かいと思うんですけど、一番やっぱりこれから勉強される方に大事にしていただきたいのは、自分のまず生活を見直すことなんですね。で、受験生になるということは違う生活をするっていうことが絶対に必要です。これはまあ別に他の資格試験でもそうかもしれないですけど、今までの生活の中でプラスできるっていうことはまず無理だと思います。この1500時間ぐらいかかるので。なので今までの自分の生活の中で何かを消すって、やっぱりそこを勉強時間に当てなきゃいけない。だから何かをやっぱり我慢しなきゃいけないっていうことは、やっぱり1年、最低1年必要だと思うんですね。
例えば私結構若い頃から飲んだり外食したりするのが好きなんですね。食べ歩きとか好きだったんですよ。だけどやっぱり夜型で夜勉強するんで、夜お酒飲んじゃうとできないじゃないですか、勉強が、かといってね、一時期朝型に切り替えようと思ったんですけども、これがちょっともう体質的に無理なんですよね、朝型っていうのが。だからやっぱりね、ちょっとお酒を我慢するっていう生活をやっぱり取り入れましたし、で逆に何ていうのかな、朝方にできるんであれば少し睡眠時間ですよね、そこを少し削るっていうことになりますよね。だからいろんな今まで自分がやってきた生活を 100% 維持しながらっていうのはやっぱり難しいので、まず皆さんが自分の生活の中でどうやって勉強時間を捻出しようかっていうことにまず努力してもらって、でそしたらもうあとは任せてって感じなんですね、こっちに。で言われた通りにやれれば合格できますから。なので役割分担をしっかりやっていただきたいと思ってます。私の方ではその方法論をちゃんと作り、でその具体的なところを見える化して皆さんにツールを提供すると。で皆さんの方ではそれを実行するための時間を作り、でそれをまあ着実に実行していく。でその共同作業ができればしっかり結果が見えてきます。でそこが例えば私が皆さんの領域に踏み込むことはないんですけど、皆さん勉強の邪魔をするみたいなことはないんですけど、逆に皆さんがさっき の, そのレシピの中であったように、自分でやらなくてもいいことをやっちゃったりとか、そういうことをやっちゃうとやっぱり時間がかかって予定できる効果が出ないんですね。だからよくね、私これ講義で一つ例なんですけど、板書用紙を使うんですよね。私よくこうやってここでこう書きながら説明するんですよ。で2つ理由があって、一つは、単純に書いた方が自分も伝えやすいっていうのもあるんですけど、もう一つは理系出身者がやっぱとにかく多いんですよね、クラスで。で理系の方はやっぱりとかく図とか表とかそういうものに慣れてるんで、図解してあげた方が文字だらけの条文が分かりやすいってことがやっぱあるんですよ。なので板書は結構多用するんです。でそうするとね、一つすごく私も気になってる、今のクラスも気になってることなんですけど、一生懸命ノート取るんですよ。その図を写すんですよ、ノートとか持ってきて。で写すことすっごい必死になっちゃって聞いてないんですよ、話で。講義終わって後から来て質問するんだけど、それ説明したよねっていうことが結構心の中で思ってるだけですよ、言わないですよそれは。でも心の中では、いやさっき説明したんだけど図書くの必死で聞いてなかったのかなっていうのがもう見えちゃうんですよ。だから板書って自分のレックって登録すると自分のマイページっていう自分 の, ページが持てるんですね。でそこから講義欠席した時のレジュメデータとか取れるんですけど、そこに板書もアップされるんで、だからそこで取ればいいんですけど、なんかねこう写すのすごい好きなんですよね、受験生の人って。でそれで聞いてないっていうのがあるんですけど、だからそういうことも一つ一つでやっぱり自分でやっぱりやるべきことで、こっちに任せちゃうことっていうものがやっぱりこううまく役割分担ができないとうまく効果が出ないっていうことがあるかなと思ってます。なのでそこがねきちっとできれば皆さん の, 結果はきちんと出していけるので、ね、安心してついてきていただければなと思います。難しい試験ではあるんですけどね、私今言ったようにそんな簡単じゃないと、難しいよと。でよくね知財検定って今あるじゃないですか。で2級のステップアップで担当受けようとする人がいるんだけど、まあ違いますよ、レベルが全然、そんな甘いもんじゃない。2級ぐらいはもうちょっと勉強したら取れますから、知財検定は、そんなもんじゃないですよ。だけど価値が違います、その分。知財検定2級持ってたって就職できないでしょ、そんなんで。今いっぱい人口いるし、2級ぐらいの人口はねいっぱいいるし、全然珍しくないし、企業もバカじゃないんでどれぐらいのレベルか分かってるから、2級持ってるから実務できるなんて誰も思わないです。
だけど弁理士資格はもうはっきり言って財産ですし、一生ものです。それだけで食べていきます。だからそれだけの価値があるんで、それだけ難しいんですよ。だけど今皆さんがね、まあ、1年ないし2年で頑張ってやれば、もうその後は本当にそれがで今度は自分がその利益を享受できる立場に立つわけですから、まあ、ぜひね1年頑張っていただければなと思いますね。後悔は絶対しませんので。はい、では、今日はこれで、私からの話は以上になります。冒頭で言ったように、もし何か相談がありましたら受けたまりますので、この後お声掛けしていただければ、まず事務局の方にお声掛けしていただければと思います。ではこれで終わります。皆さんお疲れ様でした。